こんにちは。今回は自転車用のドライブレコーダー目線でのヒヤリハット4つをご紹介させていただきます。コメントでですね、よく人の荒探しばっかりして晒し動画だって言われることがありますので、今回は自分をまずは晒して、まあこれは安全運転の啓蒙動画ということでやっております。まずは、ベルファイアですね。ヒヤリ場面はもうちょっと先なんですけど、結構前からこう抜いたり追いついたりちょっと繰り返してたみたいなんで、そうしばらく手前から再生してます。交差点ですね、ここに来たあたりで、まあ、ブレーキかけてるのが見えてるんですけど、まあ、ここですね、ここで車線変更したなっていうのを気づいてブレーキで減速して、まあ、難を逃れるですね、まあ、ウインカー出してないんですね。でもまあ良ければ、まあ、早めにブレーキかけたんですけど、で結局車線変更なんでしたんだと。で止まって、まあ、車を止めたかったんだねということで追い抜こうとしましたら、ここですね、このドアが止まったと同時に開いてですね、これ普通のパカーンと開くドアだったらもうそれこそ衝突してたなっていうタイミングだったんですね。まあ スライドドアだったんで難を逃れたということなんですけど、開けられたのは本当に心臓が止まるかと思いましたという映像ですね。こちらのハイエースですね、これでヒヤリとしたんですが、ここの信号を待ってる時にですね、ここの停止線の手前で路上駐車している車がありまして、まあ、自転車レーンに止めるのは、まあ、マナー的にどうかっていうのがありますけど、ここの交差点の5メートル以内に駐停車すれば明らかに交通ルール違反なんですね。車がいなければもっと手前に落ちる。ヒヤリハットはなかったというシーンですね。で今これハンドルスレスレのところを追い越しって言ってですね、ヒヤリとしたところなんですけど、もう一回再生しますと信号待ちからなんですけど、後ろの映像でですね、正面の運転手さんを見ながら、まあ、営業者なんで仕事熱心なんでいいですけど、ちょっと車両の目を落として周りを見てなかったんじゃないですかというシーンですね。走り出しまして、このベンツとの黒いベンツとの位置関係を見ていただくと、今先に追い越そうとしたんですかね、私が停車してる車を追い越そうとしたんですけど、それにかぶせて追い越していったので二重追い越しですね。
車ですね、右折してきた車から直進してきた私の自転車、ここで、まあ、四角に入ったっていうのもありますけど、まあ、ウインカー出してないんですね。明らかにエスティマの方が悪いんじゃないかしら、楽しいですね。早めに私が察知して減速しましたんで事なきを得たんですけど、まあ、エスティマの運転手さんには理解されてなかったという映像でした。最後は中目黒駅の商店街ですかね。ここを帰り道徐行しておりましたら子供がポーンと飛び出してきましたんで、まあ本当にできればこういうところは通りたくないですねという映像ですね。